森保監督です。ホームで勝ち点を奪うことができませんでした。この結果についていかがですか。いや本当にホームで何としても勝ち点3を奪いたかったんですけど、思うような結果が出なくて、本当にこう残念です。それとともに多くのサポーターの皆さんが今日も来てくれたのに勝ち点をというか、勝利をプレゼントできなくて残念です。申し訳ない気持ちです。ただ後半はいい攻撃も見られました。手応えを感じた部分ありましたか。そうですね、前半がちょっと慎重に入りすぎてたので、後半は思い切っていこうということで、選手はチャレンジしてくれたと思います。後半みたいな戦い方が、試合を通してできるようにしていきたいと思います。これからまだまだ大きな目標に向けて戦いが続きます。これからの戦い、何が必要になってきそうですか。やはりチャレンジ精神というか、我々が持っている力をすべて試合にぶつけるということを試合開始からやっていかなければいけないというふうに思っています。これからの戦いも期待してます。はい、まだまだ先は続くので、しっかりと頑張って巻き返したいと思います。